げれば桜は満開で幸せ感じてたのに、踏み出した一歩が違う私は一人きり、あなたとつないでて見つめるけど、季節は巡り違う誰かと手をつなぎ、次の春を歩くのかな。永遠はないと知りながら、人は何度でも恋を、思い出を強さに変えて、喧嘩で嫌いになって次の日になればまた好きに、傷つけた。それでも抱きしめてくれた。好きなところは今でもたくさんあるよ。この気持ち守りたい。私は一人きり、あなたの呼ぶ声を探すけれど、季節は巡り違う呼び方に、振り向き笑う私になるのかな。誰といても人は一人だと嘆きながらも恋を、優しさに触れていたくて、花散らしの雨が通り過ぎた後の清々しさは少し悲しい。またここに今は遥か遠く感じていても、あなたといた日々が少し私を強くしてくれた。本当にありがとう。出会いを運命というのなら別れは必然と言えるだから、前へ進むよ。 Oh, 私は恋をする。ひどい。はい、はい、というわけで今週も始まりました、クラブバルヘジア。イエーイ。
ちらの番組はですね、毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして、普段のライブでは見れない本音トークや魅力をお届けする番組でございます。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。お願いします。最初から噛みましたけれども、はい、1月から3月まで大三週を担当第三週の MC を担当させていただきます。はい、私たちプーカです。イエーイ。プーカです。ギターとボーカルを担当しております土田さとこです。そして私がボーカルとピアノ、そしてお祭りを担当しております川北愛子です。まあ、お祭り担当というのは一体何かっていうのはもうおいおいちょっと何となく感じてはありがとう感じますかね。今度の人たちね。そんな感じでちょっとワイワイやっていこうと思いますけれども、早速ねここにお目見えしております。はい、素敵なゲスト。いやもうちょっとね、見るからかわいい。かわいいですよね。ね、ゲストの方紹介をまずうちの方からさせていただきます。はい、まずはですね、ときめきエクスプレスのボーカル、シンセ、キーボード、ギター担当、すごいですね。うん、そしてピアノ弾き語り、シンガーソングライターの宮武愛理さん。そしてお隣にいるのは、ミュージシャンとしてはドラム演奏、はい、その他にオリジナルアクセサリー作成もしていらっしゃる、はい、エルチン、エルチン、エルチン、トゥインクルさん。イエーイ。エリチン、トゥインクル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 。こっち英語の方をちゃんと読めばよかったですね。そうだよ、エリチン、トゥインクル。楽しいもんね。そんなお二人をお迎えしておりますけれども、というわけでまず自己紹介を、はい、宮武さんから。はい、北海道の東のから参りました、宮武愛理と申します。よろしくお願いします。あのなんかね、あの呼び名とかそういうどういう風に呼んだらいいかなと仲良くなるためになんて呼ばれてます、皆さんに。愛理呼び捨て、じゃあ愛理でいこうか。大丈夫大丈夫、ファンの方になんかちょっとこう言われたりしないか大丈夫かな、ね、後でね。あいつらの番組出たらさやばいんだよ。やばいやばい、いきなり呼び捨てだよ。まあね、でも相性っていうことですね。そう、そうなんか危ながなくて、うしと、つけてみて、なんかアイリーンだね。アイリーン、アイリーン、でも呼ばれるでしょ、呼ばれるでしょ。なんかアイリーンが多いかもしれない。アイリーンね、アイリーンですね。アイリーン、アイリーン、アイリーン、いいね、なにそれ。私もやりたい、やりたい。アイコンで、アイコン、アイコンになるよね。アイコン、アイコン。自己紹介の方に。エリチン、ツインクルです。まあ、日本語のね、なんか日本語の読み方はいろいろ、なんか何でもいいです。あの、このあれですよ、このツインとツインが一緒かけたっていう。なるほど、かけたからツインだからツインクルにしてみたっていう。ただそれだけで、エルツインツインクル、はい、言いやすい、言いやすい、言えてない。ちょっとなんかおばちゃんみたいになった。ちょっとあの水飲んだ方がいいんじゃない、大丈夫。エルツイン、エルツイン、エルツイン、エルツインですね。アクセサリー作ったり、うん、ドラムとか歌やったり、うん、あとあの愛理がやってる、うん、ときめきエキスプレスっていうバンドでのスタッフで物販やってます。こんな可愛い子がいたら買っちゃうよ。そこですよね。男子とかはね、男子がいいね。女の子がいいよやっぱりね。女の子もバレてる。そうですね。ねえ、うちはね、うちの物販こっちなんでね、ちょっと押し売りって言われてる。いやいや、押し売りではないんだよね。おすすめしてる。ね、はい、今
今日2人ゲストなんですけど、うん、お二人で演奏してくれるということで、そうなんです、はい、3曲ほどね、うん、全体を通して歌ってもらいますが、はい、早速、1曲、うん、もう私の出番ですか、はい、演奏してもらえればなと思うんですけれども、お願いします。はい、ちょっと移動していただいて、うん、ね、いや楽しみですね。ね、宮武、あ、アイリって呼ぶんだった。アイリは、急に、急接近。急接近。アイリってさ、みたいなね。以前ね。以前ちょっと対バンしたことがあってね。その時はね、弾き語りの、だったし。私ソロだったのかな。あ、そうそうそう、私は多分だから歌ったところ初めて見たんじゃないですか。うるさい人は誰かしらっていうね。ばっかりだったね。そんなね、セッティングの最中にこちらの方でちょっといろいろですね、これ言わなきゃいけないことがございますので、そういうのね、私担当ですのでちょっと言っていきたいと思います。テーマというのがありまして、今週の番組テーマはサプライズ。サプライズ、サプライズということで、あなたがサプライズして喜ばれたことやされて嬉しかったのことなど教えてくださいということで、はい、エピソードなども添えてソーシャルストリーム、タイムラインのへの書き込みをお待ちしております。ということで、なんかあいこちゃん、サプライズなんかありました？サプライズね、されるのも嬉しいんですけど、なんかあんまり大したされたこともなくて、でもプチサプライズみたいな感じで、誕生日プレゼントをあらかじめ2人で選びに行っているのに、プレゼントをその時にもう渡しているんだけれども、そのホームパーティーをする時にびっくりな飾り付けをしてあるとかね、あるとかね、あ、経験私が妄想かと思った。違うわ何でも私のこと妄想だと思ってるでしょ。そういうこともやってんの。自分で。そうそうそう、友達でもね、そうそうそう、なんか大切な人とかでも、なんかそういう風にね、プラスプレゼントするの、なんかちょっとしたなんか芸能人の方の、こう話だと、こう一緒に食事に行ってプレゼントも渡してたんだけど、その後にね、お家でね、このね、奥さんがね、この髪留めが欲しいって言ったんですよ、シュシュ、それをね、これって言ってお家で渡してくれたので、それが一番嬉しかったって言ってたから、やっぱりそういうプチプレゼント、プラスアルファプレゼントはすごい喜ぶ。なるほど、私も嬉しい。はい、というわけでですね、なんだよ、ちょっと長いなと思って。というわけでね、他にも言うことがたくさんあったから、ね、そういうサプライズ、まあ、そういうサプライズ、いろいろね、みんなの方があると思う、募集しておりますということで、今週ね、プレゼント今週もたくさんありますということで、毎度おなじみのパルフェジアステッカー、そっちの方にあるのかな、はい、あとは、トゥルーカラーズアルバムボリューム2オリジナルステッカー、2016年カレンダー、ね、さっきちょっと見たんですけど、超かわいいやつ、ね、あとはトゥルーカラーズウィンターフェスタのオリジナル缶バッジ、そして今日ゲストの宮武愛理さんのオリジナルステッカー、山本紗英さんのオリジナルステッカー、宴芸さん、提供インチキマンション、インチキマンションのお笑い CD、 そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と、番組終了後の集合写真にサインを入れてプレゼントとなります。わー、ありがとうございます。豪華、で、応募方法なんですが、番組スタッフが、応募用ハッシュタグというのをツイートしますので、そちらのリツイートしていただくか、そのハッシュタグをつけてコメントをしていただくことで応募となります。はい、で、ツイッターと連携してコメントをしてくださいということで、はい、そちらの方お待ちしておりますので、後ほど、ハッシュタグ、ツイートしますので、そちらの方も、チェックしていただければなと思います。というわけで、そろそろ準備は OK のようなので、はい、行きたいと思います。これはお二人の名前なんて読むんだか聞いてなかったな。2人でですね、はい、エリアイリって言って1年に1回ぐらいライブするんですけど、なるほど、その1回を今日やっちゃうの、今年1回やっちゃうの。すごいよね。すごいよ、すごいレアだね。というわけで、じゃあエリアイリさんです、はい、
元やってた2人のバンドの曲をやりたいと思います。なんか微妙ですねワンダリングアロー。曖昧なまま繰り返した迷い戸惑い、分かってるつもりだったのに、紡いだ糸はほどけていた。青い痛み残して濁した返事が今さら意味を持つ。揺らいだ日々を確かめようとすればするほど理不尽な愛しさに答えない。ワンダリングアロー、あたしだけの胸にしまっておくことに決めたよ。何一つ変わらない。に聞かせるように歩いた。決めたよ、何一つ変わらない。
せるように歩いて2人と、トークをしていこうと思うんですけれどもちょっとね、いろいろ聞こうと思ってることをですね、うん、ちょっとね、うん、あるんですけど聞いちゃおう、聞いちゃおう、ね、うん、何でも、今日は何でも言いますよね、うん、本当に後で聞きたい、まあ、まずとりあえずちょっとこれを聞いておこうかなと思ったのが、うん、あの今の活動、音楽とかライブ活動を、始めたきっかけみたいなこと、始めたきっかけ、うん、音楽自体、うん、なんか3歳の時にピアノを習ってたんですけど、うん、中学校になった時にうちの年の離れたお姉ちゃんが子供が生まれまして、うん、家でピアノを弾いちゃいけないってなったんですよ。へー、うるさいっつって、うんうん、それでピアノが弾きたいって逆に思うようになって、うんうん、そっからピアノを習うのやめたんですけど、うん、音楽室とかでピアノを貸してもらったりとか、うん、そのことからピアノは、まあ、上手に弾けないんですけど今も、うん、あの弾くのが好きなんですよ、うんうん、でバンドもなんか耳コピが大好きで、うん、なんか歌謡曲とか、うん、そっから私の、あの始まりました。うーんなんか上手くない話しかけが上手くない特に誰かが好きだったとかあります、うん、ああないかもしれないですね。歌謡曲昔のそうです、あもうそうです、ね、80、70年代とか80年代80年代ぐらいの、うん、もうすごい親が聴いてって、うんうん、別海町なんて CD ショップが一つしかないし、うん、多分あんまり CD も入ってこないから、うん、ラジオもないんですよ、うん、だから多分親が好きなものしか聴いてこなかったんですけど、うん、なるほどね、例えばどなたとか、サザンオールスターズも好きだったし、うん、チェッカーズとかも好きだったし、そういうのよく車でかかってて、うんうん、そうですね、中学校の時には年に2回ぐらいしかカラオケに行けなくて歌を歌う機会も全然なかったんですけど、うん、ちょっといいですか、長々喋っちゃって、いいアリちゃんのコーナーだよ。そうだよ、みんなちゃんと聞けよ聞いてる聞いてる、吸収してる高校生になった時に地元を飛び出したんですよ、うんうん、地元のそれこそでっかい高校ってあるんですけどね、はいはいはい、酪農家とかがあって、うん、私は普通もっと大きい町に住みたいって言って高校から釧路に出て、うん、その時に、まあ、歌を歌い始めるわけですよ、カラオケに近くに行けると、うん、そっからやっぱ音楽こう歌を歌いたいってなって、うん、高校生からバンドをやり始めたっていうのがきっかけですね、うん、へー、そっからもう ずっとバンドをやってました。バンドなんだ。ソロは去年の6月から。へー、なんか
かソロでね出会ってるから そのバンドでも聴いてみたいって思うような曲だったんですよ。そう、そうなの、そうなの、だからね納得って感じではあるけど、うん、エリチーもドラマーさん。そうです。始めたきっかけは、うん、中学1年、中学校に入って部活動はど、うん、何に入ろうかなってなった時に、うん、なんかあんまり覚えてないんですけど、うん、もう中学に入ったら吹奏楽部に入ろうって決めてて、なんかもうすぐ吹奏楽部入って、そしたら打楽器た、あなた打楽器にって言われた。吹奏楽器思ってたのに。それ、ね、こういうのこういうね、イメージしてたよね。音楽やりたくて入って、うん、でも楽器何やりたいって言われて、うん、あ何やろうな、分かんないわと思って、うん、そこの辺になんかこうすごい綺麗なサックスがあって、うんうん、じゃあこれやりたいって言ったんですけど、うんうん、第一希望が通らずに、うん、なぜかじゃああなたこれねって言ってスティックが出てきて、どうやってくれるんだろう、はい、はいってやってるっていうのがきっかけで打楽器を、そう、それがきっかけで良かったです。うん、結果的にじゃあその先生がこうスティックは、いやなんか上の先輩が、ね、じゃあその先輩は何かすごかったんじゃない、なんかね、うん、見出してたもん。でもサックスやったら今すごいプレーなってる。それなしそれなし先輩の計らいがやってるっていうわけじゃなくて、最近そこから別々で、ね、ずっとやってて、東京都出身だし、東京の出身で、でもこれがすごく出会いがあれで、うん、私北海道から出てきて、うん、ある男の子とユニットやってたんですよ、うん、スイートっていう、うんうん、で路上ライブ秋葉原でやってたら、うん、なんか怖いお兄さんが2人ずっと見てて、うん、やばいこれは絶対お金取られると思って、うん、やばいどうしようと思ったら、うん、めっちゃ良かったよ、また来るねって言って、うん、2部をまた来てくれて、うん、また見てると思って、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いよって言ったら、ドラムいないの、ドラムも誰もいなくて私たち2人で行ってたら、いいドラムいるから紹介するよって言って、うん、エリチンが出てきて、怖い人、怖い人、めっちゃいい人だった、怖くなかったです。っていうのが、うん、実は私と友達で、うん、でなんかたまたま私もそれでずっと東京でバンドやってたんです、うん、やってたんですけど、うん、やってるんです、うん、やってたんですけど、うん、でなんかまあドラムだから結構まあサポートで何バンドも掛け持ちして、うん、自分のこう勉強でもっと実力上げたいみたいなので、うん、その友達になんかドラムで他にもバンドやりたいんだよね、なんかいないかなみたいな、うん、女性ボーカルでみたいな、うん、って言ってたら。なんか電話がかかってきて、秋葉原にで見つけたけどみたいな、どうみたいな。すごいね、そんなことがあるんだね。え、その男の人たちは、うん、もう音楽をやってる人。その男の怖いお兄さんは、まあ、私がやってたバンドのスタッフをやってた人。あ、すごい運命的な。初めて2人で会った時に、うん、2人とも原付乗ってて、うん、それ同じ色の原付で、うん、色違いのヘルメットかぶってたんですよ、うん、あ、運命だと思って、みたいな、もう急接近したっていう、うん、そのスタッフのお兄さんと、うん、私たちとご飯を食べたのが初めてだったの、うん、だってもうさっき来て2人でこう来て、うん、裏にいた時に、うんうん、はっ、なんか顔が似てるわけじゃないんだけど、なんか似てるって思って、学校とかもそうなんだろうけど、うん、なんかね、あ、似てるって感じだったのね。嬉しい、嬉しい、ね、なんか言われる時もあるんですけどね、うん、でも実際見ると全然似てないし、うん、性格も全然違うから、うん、なんか不思議だよね、うん、え、性格どう違うんですか、どっちがどうみたいな、私、おっさんみたいだから、おっさん酒を飲むし、お酒飲むし、ね、ワイン飲んでたし、ワイン飲んでたから、ライブでもワイン飲んじゃう。そう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 。ワイン、ワイン、ワインって。そう。ワイン置いてないお店に出るようになる。ワイン置いてない。置かせたっていうよね。その時はもう、もういいですね。初めて乗ったコーダー、川田コーダーも、うん、ワイン置いてなかったけど、うん、また今置いてますね。そうそう、今置いてある。置いてくれてるの。やったね、でも佐藤ちゃんも好きだからね、白ワインはね、そうそうそう、うん、ちょっとよかったの、ね、この間は、よかった、うん、ありがとうございます。いやいやいや、アイリー様のおかげでね、そこはじゃあ白ワインが投入されまして、ありがとう、その説は。私
酒はあんま飲まないです、普段なんか女子って感じするよ、やっぱり。なんか色合いとかも、ちょっと、うちはなんかこうビビットな色が好きです、赤とか。でもなんかやっぱぼやっとした色が好き。私もじゃあこうかな。ちょっと参考主張と主張が強いのかな。寒いかな。寒いからね、白っぽいとね、あの雪に埋もれてちょっと吹いちゃうから。さっきね、コメントでもね、北海道の方雪がすごいみたいですけど大丈夫ですかみたいなこと来てたんですよ。そうで、昨日はね、東京すごい雪降ってましたけど、今行ってるんでしょ、あの低気圧。あ、向こう側のね、なんか台風並みのね、低気圧らしくって。雪がすごい降るとこですか。120センチって言ってましたよ、今日。120センチ。そう、埋まっちゃうと思う。でもね、なんかワンシーズンに2回ぐらいそういう時があって、で、なんかまあ札幌の方とかも、そう、80センチ、500センチとか、家のね、ドアね、まず開かないから。え、どうするの。こうやってね、あのスコップでね、そう、2階からね、降りたりするの。ひどいところ。そうなんですよ、豪雪地帯は。そうですね、バフバフ。まずズボーって庭にズボーって。ちょっと楽しそうだけど、毎日死ぬかと思って。本当に雪は危険ですからね。東京出身なら、東京都出身なんか全然、もう雪降るとわーやったってテンション上がるね。私たち、あのその前日、あの雪こんな暖かさで降るわけないしとか言って、なんか東京出身の、あのバンドメンバーがいて、で東京の、あのその人がもう雪降るからどうのこうの、どうのこうの言ってたから、バカ言ってんじゃないよ、雪国はね、こんなもんじゃないよ、なめんなよって、なめんなよって言ってたら本当に降ってきたから、ごめんなさいみたいなね、感じでね、やってたんですけど。ね、明後日から北海道一緒に行くんですよ。そうなんですよ。私はね、ちょっと仕様でね、あの金曜日から行くんですか。あ、やばい。金曜日から。金曜日から？あれ、明後日だったら木曜日じゃない？金曜日から。え、金曜日？あれ、金曜日から。22でしょ？あ、21だよ。ほら、木曜日だよ。違う2人とも違う日にね、空港でいないよって。仕様で、それこそ仕様で。そうなんですね。後ろに私は、あ、そうなんですか。私は地元、あの札幌なので、札幌の方に。すっごいすっごい、あのアップルの。やだ、決勝途中なんだからやめてくださいね。あのアップはね、あのアップちょっとね、もうちょっと耐えられないからもう。まあでもね、雪が心配ですけどね。そうかもしれない。そうなんですよね。あ、やめてください。やばいやばい。しっかりメイクはしましたけど、やめてください。大丈夫だよ。いやね、みんな札幌ね、出身で。あ、もう一つね、あるんですよ、もう一つ。何だろう、トークテーマが。トークテーマ、何でしょう。これ難しいよ。今の自分を構成する三大要素は、はい、構成、はい、構成ってなんだろう。構成、なんか曲を作る。あ、作ってるってことね。音楽ね。あ、違うか。今の自分をだ。音楽に関することかと思ったけど、愛子ちゃんを先生構成してる三大要素って何？ね、出るかな、出るかな。構成している要素でしょ。まずは里芋。里芋、あ、これはね、訳がある。里芋、ミトナツメ、あとなんだ、パンみたいになっちゃった。あと卵。それ全然ね、愛子ちゃんこれ構成するっていう意味が分かってないかもしれない。分かってない。それ似てるものを言っただけじゃない。本当、ミトナツメの前髪、里芋のような、あの、なんていうの、なんていうのかな、素朴な、なんか凹凸ないんだよね、私ね。本当にね、私こう発見したの、もうだから里芋にそっくりだと思って。似てるでしょ。里芋、いや、初めて似てるのが里芋っていうの。そう、似てる野菜っていう斬新なやつをね、思い出した。あと卵型っていうね、卵みたいなね、なんか真っ白で。そう。いや、卵肌ってことにしようかな、じゃあ。絶対そう、絶対そう。本当？もっと卵肌。元とか言うなよ。元とか言
はい、まあそんなことをね、うん、まあ、ちょっと今参考にならなかったと思う。あれだよ、今のは考える時間だったから、そうだよ、うん、そうだよ、三大要素、うん、で私は白ワインと、うん、モノマネと、うんうん、モノマネ大好きなんですよ、あ、見るのも好き、見るの、うん、見るの好き、いやだこれやるのも好きなんですけど、似てるか似てないか置いといて、あ、いいね、あとはお笑いかな、あ、やっぱりお笑いが好きなんだ。そうなんだ。誰とかが好きですか？アンタッチャブルが大好きです。あ、なるほど。でも今最近ね、ちょっとコンビで出てないけど。あれでしょ？グルメでしょ？え？あ、それ違った。それアンジャッシュ。アンジャッシュ。惜しいな。アンまであってた。モゴモゴしたら同じ。モゴモゴしたら同じ。あっちか。間違った、間違った。そうそうそう。そうなんです。え、モノマネ見たいな。見たい。何？モノマネはね、何がいいかな。何がいいかな。あれあれだ。あんま似てないんですよね。あ、でもでもお気に入りでいいよ。芦田愛菜。やってほしい。あのね、芦田愛菜だよ。お、これ似てる。微妙に似てる。微妙に似てる。ギリギリ、ギリギリ似てる。似てるって感じじゃない。あのね、あ、うん、わかる。頑張ってる。あのこれを。単発でやられて誰のものでしょうって言われたら絶対わかるよね。うん、足だから言えるよ。間違ってた。そうだね、そうだ。ちょっとやってみたら。え、なんだっけ？やってみたら、やってみたら。あのね。あのね。おばあちゃん、足玉だよ。全然出てない。あのね。あのね。かわいい。かわいい。かわいけてる顔は。かわいけてるよ。足玉なだよ。ダメだ。これ見るとすごい似てるってことがわかる。でしょ、ほら。結構見事な企画で。うん。なかなかこういう風にできるしね。中島美嘉さんの歌をアートするっていう。でも、それはちょっと、ね、この間ライブの時にステージでやってたって、うん、ついに去年やりだしたいや、でもね、あの大丈夫です、今度また、どんな時にでもね、ね、すごい、うん、それはいつかあのライブ見に行って、そうだね、そこで見たい人はライブに行きなさいよ、来なさい、もうなんか意味が分かんない、モノマネ見に来ました、それもね、似てなかったら怒られそうですね、いや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 、それがいいんだよね、じゃあエリッチには、わあどうしよう、音楽と最近つい最近はゲームと。ゲームもね、ゲームね、ドラクエやってあとなんだろうな、なんだろうな、ケーキ言わされてるけど大丈夫言わされてたけどあの横からすごい言われてたけど、いやあの今日のユーストで今年はケーキめっちゃ作るって言うから今年の目標ケーキを作るっていう目標、さっき立てた、さっき立てたばっかだ、すごい、だってアクセサリーまで作ってさ、ケーキも作るの、ケーキも作るの、調子力高すぎどんだけマジで、え、なんか朝起きた時に、うわ、ケーキ食べたいって時ないですか、朝起きたね、ちょっと一度もないんだよね、ケーキ、え、もうスポンジからってことでしょ、スポンジから、なんかもう朝目覚める前ぐらいの夢の中ぐらいからか、うん、なんか目覚めた時にはあケーキ食べたいって思った、思わないよね、思わないね、目覚める前からなんか夢の中だから、からもしかしたらあれなのかもしれない、ケーキと柿の種だったら柿の種のが食べたいもん、まあ、どうしたも食べたくない、毎日買っちゃうよ、あのケーキとおせんべい、ね、ケーキおせんべい、ケーキおせんべい、これを一気にするの、やばいよ、トンやばいよ、それ糖尿病になっちゃう、将来糖尿だよ、心配しちゃいますけど、それやりながらゲームやるっていう、いいね、お茶の間が似合うね、本当にすごいね、こたつで済むっていうね、すごいね、それです、じゃあそんなね、インドアなエリセンにはぴったりかな、うん、あのプーカのコーナーがあるんですよ、何だろう、ちょっとね、あの私たちの持ち込みコーナーっていうのをね、うん、第3週には、うん、まあ3週続くかどうかっていうのは、3週じゃない、ね、3ヶ月ね、3ヶ月続くかどうかっていうのはまあ続かないであろうという感じなんですけど、あの秋っぽいから、秋っぽいからね、これ前回ですね、うん、あのここの、あの MC を、うん、あのお披露目
会みたいなのあった時に、そうそう2週間前ね、よしじゃあ、私たちのコーナーはこれですって言って、うん、大々的に発表したんですけれども、うん、ちょっと変更しました。ちょっと変更しました。うん、ちょっと面白い、あのすぐ終わるかなと思って。そう、すぐ終わるかし、ちょっとそれそのネタちょっと飽きてきちゃったかなみたいになっちゃったので、自分たち的にね。そう、うん、ちょっと新しいコーナーを先ほど考えてきました。うん、ではでは発表したいと思います。だいぶだいぶちゃんそれあるね。あれあれして、あれあれして、お願いします。じゃあ私たちのプークのコーナーでいきます。じゃん。もうすぐ節分。豆に豆をつかみましょう。福豆つまみ対決。イエーイ。イエーイ。ということで、どんなゲームかって言いますと、もうすぐね、あ、ありがとう、もう食べてる、もう豆食べてるよ。これね、うん、あのね、これ豆まきの、節分気が早いですけど、節分がもうすぐかなっていうことで、あ、すごい気合い。これでも女子力高い人はいいかもしれない。そう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 。でね、まあこちらに。どう考えても今月だけじゃ、来月になったら。から福豆じゃないかもしれないですよ。うん、これ何なんか違うほら、ひなあられになってるかもしれない。いい。なんかあと何かこうなんか。滑りやすいやつとか めっちゃつかめないスーパーボールみたいな。どうかな、うん、まあとりあえず今回はお豆どうしよう、うん、お豆でいきたいと思います。女子力高い人いけるかな。こちらに節分 あの投げつける豆が、はい、こちらになります。そうあのね、宮城も北海道も違うんですよ。本当は落花生ね。落花生だけど、落花生はもう簡単につかめちゃうかな。絶対掴めるからね、うん、こちらのこちらのお皿に入ってるものがあります。そしてこちらに入ってないものがあります、うん、でこれを30秒かな、30秒だね、30秒、うん、で、移動させますというね、うん、ことで、うん、その30秒で、たくさん移動させられた人がやっぱ勝ちということでやりたいと思うんですけれど、うん、あのねえこれ本当はね、うん、あれしたかったんです。何勝者にね、うん、何かご褒美をあげようかと思ったんですけど、うん、豆あげればここに来たらね罰ゲームでしょっていう話だったんで、なるほどそれだなと思って、うん、罰ゲームすごい罰ゲーム考えましたよ、うん、罰ゲームじゃないね罰だよね罰あいや自分なんか私が言うのもなんだけどというのはまずねあこれを移動するんですけれども、うん、これはやっぱり節分ということで、うん、あのツイッターがダメってちょっとね鬼鬼を用意しようと思います。鬼が邪魔するよ、鬼の邪魔を振り切って、たくさん豆を移動してくださいということで、近い方がちょっと不利かもしれない、不利かもしれないですけど、あ、出た鬼アイコーニーアイコーニー赤いコーニー似合う似合う似合う見ててあげてよ似合う似合う近いすぎるというわけでね、アイコーニーの邪魔をどうやってやるの振り切ってあ、じゃあ私後ろに行けばいいじゃん、そうだね怖っ結構リアルだね、その面ねで、やるんですけれども罰ゲーム、さっき考えた罰ゲームは、アイコーニの、愛の祝福のキスがやった待っておりますということで、嘘絶対やめた方がいいよアイコキン、アイコキンがって言ったらいじめみたいにいじめみたいにというわけで、罰ゲームでしたキスされるんでしょ。そうです、罰のビリの人がキスされる罰ゲームです怖いよ完全に怖いよ近い近いやばい私は嫌だなやっぱりあーちっちゃい言ってるもう聞こえてないと思いますけどちっちゃい言ってますのでサクちゃんしか罰ゲームじゃないと思うよ。嘘何言う、うん、そんな絶対鬼は怖いけど鬼はちょっとね怖い鬼は怖いけどね嘘でもここはしょっちゅうされてるん私は一回もさせたことないですそうですよね。だからね、愛子ちゃんの祝福のキスが待っております。ビリの人には鬼だからねというわけで、はい、測っていただけるという準備ができておりますので、じゃあなんか、ね、合図をお願いします。はい、よーいスタート。一斉になの、あー鬼が鬼が邪魔してくる、あー結構難しい。ちょっと。
あ、結構難しいかもしれない。怖いよ、音がする。うぅ、でも私これ小学校の時にやった。へぇ、あ、すげえ掴めてる。あ、もう終わりか。
え私がお兄ちゃんかな。キスしてくれるの？キスしてくれる。キスしてくれるの？それなら私全然取れないけど。じゃあ一番取った人、一番取った人でしたら。あ、そうか、ご褒美の中ね。サブちゃんからだとご褒美だね。いや、超頑張る、超頑張ろう。そっか。よし、頑張ろう。一緒だな。嘘。嘘、そうしましょう、そうしましょう。じゃあちょっと。席をやりたい。一個ずつあれしますか。うん、でほしいの。これじゃあさ、欲しいの。欲しいの。これ。欲しいの。被らなくていいけど。ご褒美になるんですね。ありがとうございます。なんで私の罰ゲームだったの。失礼したね。このまま帰りたくないぞ。こらこらひどいな、こらもう。今1番ですから、私、うん、そうだね。オッケー。でもほら、私ね、ダークホースがいるから、ダークホースがいるから愛の力で、はい、すごい発揮するかもしれない。やだなー、ちょっと邪魔し、中心に、ここ中心に邪魔して、こらやめてよ、絶対真剣だから、うん、じゃあよしというわけで、はい、はい、福豆移動対決、あ、準備はよろしいでしょうか。なんだっけ、つまみ対決、なんだっけ、すごい緊張してきた、どうしよう、どうしよう、どうしよう、緊張してきた、結構ね、緊張するの、そう、うん、手が震える、震える、震える。福豆、つまみ対決、2回戦、スタートなんか滑る、今度あれ、みんなちゃったかもしれない。お、すごい。あ、でもさっきよりいかなかったかな。あ、でも、あ、弱そうだな。弱そうだな。なんかうち結構箸上手いかもしれないな。あ、じゃあ数えますよ。うん、今ちょっと待ってください。1個今入った。分かったよ。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17、15、16、17、18、19、20、21、22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 
はい、はい、いきまーす。
大雲もいうね、第2回転でした。イエーイ、すごいね、愛に強いよね。すごい、まあ、熱がましたらね、やっぱり。いやー、すごいね。これから特技、豆つまみっていうことですね。そうですね、3大要素を変えます、うん、豆つかみとね、これから ね、うん、節分まだまだ時間ありますから ね、 ね、楽しいね、そのね、ゲームもね。ベタだけどすごい盛り上がるね。うんうん、なんかさ、さっき言ってたじゃん、うん、北海道は豆は、うん、あ、そうそうそう、うん、落花生、うん、ね、うん、どっからだ、東京は、東京はこれ、この豆、私ね、この豆で投げるっていうことがさ、よくほら、あのテレビとか、成田さんとかね、アニメとかでは、うん、豆って言ったらこれじゃん、うん、だからすごいちょっと憧れてたっていうか、でもそれもあるかも、知らなかった。でも、そう、あのこれ全部食べれるの、これ食べれる、私もね、食べれるのかなって思ってたんだよね。食べ、食べれ、食べれます、さっき食べた、食べてました食べてましたよ、うん、え、これ、これ、あ、美味しい、美味しい、美味しい、あ、美味しいんだ、茹でなくても平気っていうこと。いや、もう、あの、もう出来上がって、このまま、何、なんか、いってあるみたいな感じなんですか。へぇ、でもこれ投げたら痛いよね。うん、いや、痛いし、ま、集めるの大変だし、うん、集めるのかな、やっぱ集めるんですか、これ投げたら。いや、今、袋で投げる。へぇ、あの、あれだ、よく三角になってるやつ、三角になってるやつだ。あ、そうなんですね。絶対落花生の方がね、絶対美味しいしさ、あとの種類がいい。踏むと大変だし、うん、落花生の殻ごと投げてる。そうそうそう、殻ごと投げてる、殻ごと。なんか庭に投げると、うん、春ぐらいに雪解けの後に芝生の中にあるあったーって。一緒に住んでたんですかね。いやいや、だから北海道はそうなの。そうですよね。そうなの、そうなの、本当に春になると、ね、庭から豆が出てくるっていう。そう、だからあの2階の窓からとか投げるんだよね。そう、投げて取らないのが春に。そうそうそう、そうなんだ。暑くなっちゃった。いや、もうすごい暑くなっちゃった。あ、北海道。そうそうそう、もうスーパーにもね、だから落花生しか売ってないんです、うん、しか売ってないんだ。しか売ってない。だからダイソー売ってる姿を見てないから。うん、これはでもね、本当ないですね。うん、ないよね。うん、だこっちに来て、あ、やっぱりね、本州はすごいなって、うん、やっぱ内地ね、ね、うん、内地とか本州っていうんですよ、北海道の人は、うん、そのひっくるめて、うん、北海道から下を、下は全部内地、内地、東京も、東京も、宮城も、城も内地、そう、ちょっとちょっと、そう、九州も全部、もうすごい、ね、全部下、下、下、あの南側、うん、北海道より、うん、そう、そうだね。うん、豆つかみでしたけどね、これ皆さんおすすめですね、うん、節分パーティーの時 ね、 そうね、うん、あ、これはもしかしてあれが来てますか。あ、これ決まったんですか。ハッシュタグが決まったようですね。ハッシュタグ決まりました、うん、あ、読んで、読みましょうか。ね、うん、これは、え、今日の MC は里芋かということが来ておりましたけど、うん、あれ、これどこに、どれだ、どれかしら、どこに、あの、決まりましたってやつはね、ここに出てないです。出てないですね、でもこれかなっていうのあります、うん、みんながね、ハッシュタグつけてくれてるので、と、ね、うん、いうわけで、きっとこれですね。ハッシュタグが決まりました。私は里芋よ、ビッグマーク。誰のことかしら。里芋に似てるなんてね、うん、いうのはね、うん、なかなかないですよ。あ、本当ですか。じゃ自分で気づいたんでしょ、うん、そう、ていうか思わないしね。里芋に似てるなんて思わなかった。私、これだと思ったんだけどね、うん、だから似て、ほら、似てる芸能人とか分かんないから、うん、あんまり言われないんですよ、芸能人とか、うんうん、だから、まあ、芸能人じゃないんだなってっていうね、野菜になるっていうのはすごい、だからあのすごいすごい可愛いなと思ったインスタグラムで見つけたあのモデルさんがいたんですよ、うん、いや超可愛いなと思って、この子に比べたら私の顔なんて里芋だなと思ったの。その時里芋ってバンってきたんだよね。うん、似てる野菜、お酒なんじゃないかな。これから里芋と共にね、私人生歩んでいこうと思いますよ、うんうん、じゃあ例えばさ、ほら、アイリちゃんが野菜で言ったら、なんだろう、え、アイリちゃんはだってもう絶対トマトじゃない。ミニトマト、ミニトマト、そう、
もうなんかさ、ジューシーな中がドロドロしてる。いや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 、だってでも黒くないからね、トマトは。そうそうそう、なんかそうでしたね、うん、黒くないから大丈夫。うん、それがね、ちょっとほら、なんだっけ、南国のさ、ドリアンとかだとなんかジュルジュルが黒いすごい存在しちゃったっけ。あ、でもね、私の情報は大体間違ってたよ。信じない、信じない。ね、ドリアン、トマト、トマトの、トマト、トマトっぽいね。トマトっぽいでしょ、うん、そう、可愛いでしょ、なんか。エルチンは、エルチンはね、あ、なんだろう、ね、なんだろう、自分じゃ全然わかんない。ね、長芋。同じ、ちょっと同じ、同じ長芋、長芋、同じ、なんか、うん、種類が兄弟みたいな感じの良さってきて、長芋食べれないけど。あ、食べれないの、じゃあやめよう。うんと、じゃあ玉ねぎ、なんかね、白い、白いっぽいものなの。でも大根ほど大きくないし、カブかな。あ、カブ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 だ。ミニカブ、ミニカブ、ちっちゃいカブあるじゃない。美味しいと、私カブね、千枚漬け大好き。美味しいね、カブはね、美味しいよ。だからこれね、野菜に関してはこれ優劣じゃないから、あのね、どっちがどうとかじゃないでしょ。全てがフラット。そう、全てがフラットですよ、これ。そしたら長芋でいいや。なんだそれ、カブ、何カブ、長芋でいいや。カブの方がいいよね。私カブの方がいいイメージなのかなと思って言ったら違ったわ。ネトネトした感じね。なんかピンともなくって。あ、そうかそうか。同じ今日、今してもらった、チューしてもらったし、私芋エキスがね。芋エキス。ちょっともうダメなんですよ。もうよだれが出てきて。ちょっとね、芋つながりになった。そう、唾の分泌量。私何、私。え、サドちゃん。かわいい。サドちゃんもう野菜じゃないんだよな。野菜かわいいから。あら、なんかね、あのいつも褒めてくれる。え、いちごとか。いちご。なんかちっちゃいしけど、人気なやつ。ああ、なるほどね。ちょっとそんな可愛く見えてたみたい。もっとなんか南国みたいな。そう、マンゴー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 。うるさい、うるさい、うるさい。めっちゃいいマンゴー。いいよ、だって一玉5000円ぐらいするでしょ、宮崎マンゴーとかね。やった、そうだよ、里芋なんて一袋198円とか。ミニトマトもそれぐらい。ねえ、長芋も結構高い、結構高い、高い、高い、ちょっとね。そう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 、このぐらい買うとね、300円ぐらいするからね。やった、5000円。5000円。人間のランクみたいだね、本当に。悲しい、おかしいな、おかしいね、おかしいな。野菜は優劣ないって言った時におかしいな。フルーツになっちゃった。フルーツになっちゃった。フルーツと野菜ができた。はいはいはい。面白いよね、この野菜で例えるの面白いよね。面白いよね。いろんな人例えて野菜で呼ぶことがある。今までなんかちょっとさ、なかったら動物とかはあるけど、そう、なかったなと思って。まあ私がこうね、パイオニアっていうか、発音しました。チラカメラ、チラやだわですけどね。ねえ、これね、まだまだ時間があるから、もうちょっと聞きたいことをいろいろね、何も考えてきてないけど、いろいろ聞きたいこと聞いていこうかなと思いますけど。聞きたいことね。まあ野菜のこともそうですね。なんで、なんで志村けん好きなんですか。好きなんて言ったことないんですけど。好きですけど。なんでそんな志村けんのモノマネをしたがるの。してないです。ライブ中に。いや、してない。なんか私のこれっていう曲を志村けんだって言って、ちょっと失礼なんです。歌ったことないんですけど。このライブ中にボイスチェンジャーを使って。ボイスチェンジャーね、わかりますよ。ボイスチェンジャー、あのエフェクターでコーラスをかけてるだけなのに、それが志村けんだって。なんでここでしか言われない。気になる。でもそれ聞いたことあるよね、私ね。わかんないですか？お客さん、お客さんもなんか知ってます？と思って。わかんないはず。志村けん。志村けんっぽいでも暗喩しかないじゃないですか。そんな。やらないもん、そんなこと。ね。そうそう、なんかピンときたんでしょうね、きっと。なんかちょっと降りてきた、ここ降りてきた、里芋の里一緒に志村けんだな。ちょっとそこを意識して
見てみたいね。あとでその曲はやるんだけど、やるんだけど、うん、そこに要素があるかだけじゃあ見てもらおう、うんうん、いや、気になる。志村家用意してないわけでしょ。どういうこと。あ、曲がとかじゃなくて、そのエフェクターが、うん、そう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 、どういうことなんだろう。そのエフェクターがあると、そんなこと感じたことなかったよ。なんか志村けんっぽい感じになる。いや、よくわからない。よくわからない。あの、ね、自分の声に3度上でコーラスがついてくるっていう、うん、あれです、うん。あれですよね。あれがなんだけど、最後ちょっと垂れるんですよ。あ、うん、あ、それは私の歌が下手だからと思う。違う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 。地声についてくるんですよ。そうだ、それが、うん、最後伸ばした時に垂れるの。じゃ多分地声も一緒に。一緒に。ついて垂れちゃうなら多分うちの歌のギネスの本じゃない。私の歌の本じゃない。気をつけないとね。志村出ちゃう。志村出ちゃう。志村出ちゃう。いや、これからね、志村っぽいかもしれない。志村っていう、あの、あれが来るかもしれない。みんなおきさんっていう。お笑い好きだっていうからね。お笑い大好きで。ちょうどいい。ライブとかも見に行くタイプ。ライブとか行けるときは行きたいなと思って、でも DVD とかで見れる方が、うん、借りてみたりはしますよね。トークショーとか、あとオンエアバトルのまとまったやつとか、アメトークとかも大好きです。アメトーク面白いね。絶対録画してみて。これが大好きみたいなのありません？テレビで？テレビじゃなくてもいい。何でも。ないな。テレビで言ったらニュースとかワイドショーとか。ニュースっていうのは大人の NHK のニュース的なやつじゃなくて、なんかあの普通に夜帰って11時から夜の11時からなんかゼロとか、そうゼロとか、でもテレビニュースやってるのを見ちゃったり。でも深夜のああいう情報番組は真面目なやつからスポーツから芸能からすごいねバランスよくやってて、うん、帰ってテレビつけてニュースから始まって、とりあえずずっとなんかまあご飯食べたりしながらテレビはずっとつけっぱなしにしてると、なんかあんまり興味ないけどスポーツやって、うん、その後なんかバラエティやってるのを見てるっていう、うん、でもね、一日のそのね、この世界の動きを一応ね、全部網羅できるよね。それはすごく分かるかも。何気に見ちゃう、分かるかも。ニュースやってない時間帯のテレビってつまんないなと思うもん。あ、分かる、ありますよね。分かる分かる分かる。もう、あれの続き、あれどうなったんだろうみたいなのが、やってるのかよみたいになるもん。そう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 。ゴールデンタイムと言われる時間に、それこそアメトークとかね、なんか面白いやつがやってる時はピンポイントでいいんだけど、それ以外はなんか食ったらねえなと思っちゃって、好きじゃないとか言っちゃう。そうそう、好きじゃないやつとか、つまんないから。そうそうそう、それだと私も NHK をつけちゃう、うん、だいたい、まあ、でも愛子ちゃんはね、だいたいね、そんなこと言ってるけど、うん、だいたいイケメンを見てるから、ね、何があるの。あれね、あのすごい、あの一番好きな顔はこれ、ね、顔ね、顔、うん、造形、水島ひろ。へなんかそういう感じなんだ。そうそう、綺麗な顔が好きですね。なんかちょっとミステリアスな、セクシーな、綺麗な、そう、女性っぽい、女装してもしっくりくるような顔が好き。でもこれも結構いろんな方いらっしゃるじゃないですか、アーティストさんも俳優さんも。なんかこの人は OK だけど、この人違うとかね、もうある。細かい。そう。へー。で、第2位はハイドさん。あ、分かった、彫りが深い人だ。そうなんだけど、平井堅さんではないの。そう、そう、目がパッチラかタイプだからだって。本当にもだからそうなんだ。でもそうだよ。そうなんだ。そう、里芋はやっぱりね、やっぱりフルーツを求めるんですよ。やっぱり里芋レベルだとね。彫り深いの。そう、だからこの顔がすごい好きなの。これ可愛い。すごい目がパッチリしてて、ちょっとメイクでそんなにしてないですよね。薄いんだよ、本当に。薄くてこのね、これけど、マンゴーさんよ。マンゴーさんは絶対しか。ありがとう。そうなるほどね。芸能人の顔だけったら分かんないね。なんかいます？私あんまりいないんだな。なんかいたっけな。
でも、うん、あのこの人のいい顔だなって思うのはサマーズの三村さんって言ってるよね。そうそうそう、ああいう人好き、うん、でしょ。だからやっぱりマンゴーレベルになると里芋レベルひどい、わかる。なんかさ、あのフルーツじゃないじゃない。そうですね、野菜じゃない、野菜ですね、うん、わかるかな、このやっぱりちゃんとなんかこうバランスがいい味で出してるよ。いい味出す、うんうん、そうそうそう、うん、そうね、なんか好きなの、うん、私は、うん、芋だから、芋系だから、うん、キノコ系がいい。キノコ系、同じじゃない、いる、うん、誰誰キノコ誰、別になんか、ここの芋レベルから、そのすごい高いフルーツのことを眺めるんじゃなくて、ちょっとその辺、2、3軒離れた、はいはいはい、隣の売り場にあるキノコ売り場、キノコ売り場ぐらいの、ね、え、じゃあ、例えば誰ですか、特に誰っていうのがないんだよね。え、じゃあさ、でもさ、あの西島さん好きじゃん。じゃあ今話題の塩顔男子みたいな方が好きなんだ。そうですね、そう、いやいや、カシサオタクはやめてよ、私だから。なんか、でもやっぱりテレビに出てる人の話題でみんながわーって、うん、あ、この人かっこいいよねみたいに盛り上がってるところを、ふーんって一応見るみたいな感じで、別に追いかけたりとか、なんか全然ない。そうなんだ。特にないかな。イケメン怖いもんね。イケメンは怖いよ。騙されるもん、きっと。騙されたら怖いの。騙されたら怖いの。なんか、イケメンが、うん、俺イケメンだろうなと思ってることが絶対あるだろうから、嫌、うん、ですね。うん、でも素朴な人がいいです、だから。うん、キノコ系はすごくわかる。うん、あの隣の。隣の。でもわかんないよ。あのさ、イケメンだってイケメンって思ってない。じゃあイケメンじゃないのに、いわゆるね、世間的なイケメンじゃないのに、うん、俺イケメンですって言ってる人はいるじゃない。現に、うん、ノンスターの井上さんとか。あなたでもなんかね、ちょっと職業的な感じ。でもそういう人って結構いると思う、実は、ね、あのしかも中高生ぐらいの時で学生時代とかは絶対いると思う、うん、だからそれは一概に言えないよ、やめて、イケメンのことはイケメン悪く、イケメン批判はやめて、ね、いや、ね、造形的に美しいものが好きらしくて、うん、まあでも美しいものいいですね、うん、そう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 、ね、やっぱりないものを求めますよね、うん、人間ね、そういうことなのかな、だと思うけど、ね、普段美女カップルみたいなのもいるじゃん、うん、あ、だからもうすっごい素晴らしいと思うもんね、でもなんかちょっと違うんじゃないですか、やっぱり同じ顔ではないっていうか、違う美を求め合うんでしょうね、うん、うんうん、でだから最近で言うと大悟さんと北川景子さんのカップルはもうさ、私の中で完璧、あもうそうですよねって思って、北川さんとなんてさ、一文字しか違わないんだからね、おそうでしょ、川北でしょ、こう北川圭一子でしょ、アイドル、おー、本当だ、うん、だからちょっと親近感違う、えー、ちょっとねまあでもパッて見たらあってなるかもしれないですね、うん、そう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 、うん、そうな最近ちょっと似てきたなってどうかな、ね、不祥みたいになってるどのあたりがっていう、ね、どのあたりがっておっしゃっております、目が2つあって目が2つあって鼻があって口もあるでしょ、もうそれ鼻あんそれね、長期にしてるとこだからやめてよ、もう鼻がね、すごい低いの私、でもいいじゃないですか、スッとしてて、スッとはしてないよ、だからペタッとしてるのよ、かわいい、鼻がペタッとしてて、かわいい、ね、はい、調子の出たよ、これね、かわいい、あのみんなにかわいいっていうやつね、いや、いいよ、これもなんかこの辺がかわいいこの辺がかわいいかわいいの、私ね、本当に女子っていうのはね、もう本当にアピールになりませんけど、ほんとにね、あの幸せな感じね、いや、ほら、愛子ちゃんの顔にはその鼻だってことよ、うん、あ、顔にはその鼻鼻がポチョッとね、可愛いあのやっぱりこう美人とかあの綺麗なイケメンとかの顔をやっぱり私研究するんですよ、すっごく、そしたらね、でもさ、そのジャケットの写真の、うんうん、え、何、全然いいじゃん、あ、これ、うん、これ私じゃないもん、だってそうこれはね、うん、猫もかぶってますし、猫もかぶってる
し、ズラもかぶってるし、いろんなものかぶってるし、ね、これでもほら、でもほら、元は一緒ってことでしょ。元はね、これ裏こんな感じで、これ詐欺だろって言われたんですけど、これ一応ね、私のお姉さんということにしてますけど、そうそうそう、こんなのもね、出してますけどもね、やっぱり鼻が高い人が結構綺麗に見えますね。芸人でいうところのこういうステージメイクなんでしょ今。いや違いますよ。違う違う。え、私これです、あの普段から。私これです。私これです。普段からね。うん、普段から本当にね、ツアーに行ったりとかしてね、うん、朝起きてね、うん、朝起きた瞬間は違うけど、ほら、あれ起きた瞬間、誰って言ったら瞬間は違うけど、もう外出るときはもうこれなんですよね。そうそうそう、サブちゃんはね、あのほら肌もあれだしっていうので、あれるしとか言って、あの会場に着いてからちゃんとメイクするタイプ、最近はね、うん、だけど私はもうなんつうの、外に一歩出る瞬間から河北愛子でいたいんですよ。あ、素晴らしい。まあ、情熱大陸的な感じだけどね。素晴らしい。そう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 、っていうね。この CD は何年前ぐらいに出した？10年ぐらい。これね、え、これ去年。これ去年、しかも11月。え、去年の11月？そうですよ。だから2ヶ月半ぐらい前ですね。2ヶ月の間何かあったの？同じ人ですか？同じ人。ほらー。でしょ。でもなんか、なんか雰囲気が違う。髪の毛の色とかそういう、髪の毛の色が違うのか。え、でもさ、こういう感じの方がいいでしょ。うん、いや、ま、いやでも可愛い。これがこれでいいですよね。すごい、もう出来上がってますよね。これだからあの歌が歌えるわけですね。逆に今こっちの CD を後から見て、うん、別の人じゃないかぐらいびっくり、うん、この2ヶ月の間に何があったんだぐらいの。でしょ。そう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 、だから2ヶ月しかこういう風にしてなかったからね。そう、うん、実際にね、期間限定の黒髪ライフなんかスタイルでしたけどね。へえ、そういう色だった。何ですか、何ですか、なんか悪口言ってた。悪口ね、悪口出ましたけどね、はい、まあそんな感じでね、はい、まあ私たちの話になっちゃいましたけれども、ねえ、ちょっと歌をね、歌ってもらおうかなと思います。これ話して終わりじゃないですか。そうそうそう、ちゃんと歌を歌ってもらおうと思って、ね、ちょっと志村けん、あ、そうそうですね、順番逆になるので、ちょっと志村けんに注目して、ちょっと出るかもしれない、出るかもしれない、出るかな、出るかなと思いながら聞こうかなと思うんですけど、という感じでね、準備をお願いします。お願いします。ね、喋った後大丈夫でしたね。そうね、すごい喋っちゃったから、お酒飲んでないぐらいがちょっと心配ですか。あ、そっち、お酒ありますか、ワインありますか、白ワインありますかなってね、一品とくの。あ、大丈夫です。あ、大丈夫、我慢しておきます。この間相当飲んで、あのすごい二日酔いでちょっとしばらく、いや、ほんとワンマンの時に、ワンマンの、ね、ワンマンの時は全然大丈夫です。ワンマンの次の日ぐらいに、いやー終わったねーあんなんって言って、うん、一本ちょっと一人で飲んだ。素晴らしいねー。すごいねー、ね、うん、でもそんなに飲める人でもね、逆に羨ましいですよ。うん、うん、ね、そう。でも愛子ちゃんはあれでしょ、うん、あの家でチビチビ飲むタイプでしょ、うん、家でね、私もチビチビ飲むタイプ。外だとなんか眠くなっちゃうからね、私結構そんなに強くないからさ、うん、日本酒とかね。そうだから家でワインとか日本酒をね、この時期だと熱燗にするととっても美味しいから、う、うん、そう、うん、だからそれをチビチビ熱燗にして、こうチビチビ飲みながら、こう好きなね、おつまみをね、テーブル中に並べてですね、うん、でそれこそ好きなテレビを見ながら、うん、一人で言ってんだよこの人さとか言って、あの一人ごと言ってんのがすごいいいんですよ。でもう次の日何もないと、うん、あの最高、そのまま 寝たりとかできるからね。そんなことやってますけどね。うん、準備の方は、はい、まあ、大丈夫です。OK ですか？はい、お早いというわけで、はい、じゃあね、エビ、あ、ごめんなさい、今もう始まっちゃうのかと思っちゃった。エリー、アイリーのお二人の
のライブです、はい、では、はい、1月15日のワンマンライブで出したミニアルバムがあるんですけど、うん、それの一番最後の曲を歌いたいと思います。ダーリン、ワン、ツー、スリー、フォー。
う一曲やる感じで大丈夫ですか。じゃあですね、せっかくエリチンがいるもので、はい、はい、今日も歌ってきましたね。そう、はい、今日もユーストリーム番組やっておりましてね、はい、では、次の曲は、スイートというバンドのオーベイビーという曲を聴いてください。ベイビーもっと名前呼ばせて、少し欲張りを言えば、 Oh baby 揺るぎないのは二人を結ぶ赤い糸ね、をずっとずっと入れるよ。I'm not afraid to die.
私は私のハートをこれからも ありがとうございます。ありがとうございます。バチって言ったけど大丈夫かな。はい、の調子が、はい、素敵な歌声でした。いや、すごい、全然もう志村けん要素なかったです。よかったです。全然聞き惚れない。全然分かんなかった。いいのとこなかったですね。大丈夫でしたよね。うん、そうだ、何て言うの、何て言うの、明日真面目にそれそれみたいな。ちょっと考えましたね。見つけましたね。それね、決まった。そういうのがちょっと面白い。お笑い的としてはすごいいいかもしれない。ちょっと私としたことがちょっとエッセンス出していこう、それ。いい振りだったのにね。もう絶対やっちゃうな私。でも意外にね、真面目だからできないっていうね。そう、ライブになるとちょっと抜けちゃいますね。芸人にはならないですよね。もうね、コーラスもね、するっていうのがね、すごい、すごい綺麗、美しい。もうお二人の方がやっぱり、いや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 、素晴らしい。いやいや、あのね、あれですよ、もうあの私の苦手な、大の苦手な下ハモリ、素晴らしい下ハモリね。あのね、主旋律より下ハモリもね、結構難しいんですよ、あれ。まあしかも私ね、本当にハモリができなくって、そう、さっき、いや、そう、あれは歌い慣れてる曲だから大丈夫。最初ったらね、もうね、あのね、バンドメンバーのね、うん、ベースの人にね、うん、絶対不協和音って言われてるから。あの、本当にこれは人前でできないっていうレベルの下手な人。へー、全然想像つかない。そう、面白いの。サンドの下とか上とか言われて、サンドってわかんないんだけど。いや、聞けるから大丈夫ですよ。いやいやいや、わかんなくて、それが。だから愛子様も、うん、あの志村マシン使えばいいんですよ。志村マシン使って、いや、多分わけわかんなくなって、わけわかんなくなっちゃって、めちゃくちゃなことになると思いますよ。志村マシンがないよ。ちゃんとしたマシンがある。受け入れちゃった。持ってくんでやるから。ここはね、ここはね、我慢頼みで。ね、そんなね、はい、でもそんなね、うん、歌い慣れたやつをこの後ね、今日はね、そうそう、楽しみ、超楽しみ。ちゃんとハモれるやつとか、うんうん、ハモらないけどね。この間新曲やったんですけど、新曲はちょっとね、うん、本番ね、うん、あの声を発しないっていう技を使って必殺技、必殺技、うん、必殺技、うん、必殺ハモらない、必殺目標、うん、かっこいい、感じかっこいい、必殺目標かっこいいでしょ。ね、あの自分の作った曲なのでね、不思議なことがね、起こったので、ね、まあそれはね、今日やんないんで、今日やんないから、そうなんです。そう、できるようになったらここでもやろう。うん、3月ぐらいにはできるんじゃないかな。いい加減できてないとまずいからね。3月、うん、もうレコーディングとかしてるからね、多分ね。3月までできない。3月までには絶対できてる。頑張って頑張って、むしろ来月までだね、うん、来月ね、うんうんうん、OK、ね、ちょっと練習しとくかなというわけで、はい、準備します。ちょっとね、待っててくださいね。もちろん楽しみ。はい、じゃあ1曲目は聞かないやつかな。じゃあ私たちここつなぎますか。お願いします。いや、今日はね、ユーストリームということで、うん、あの2本立てでございますよ、私たち。もう今日喋ったばっかりですよ。さっきこれ書いたね。そうだね、書いたやつ、ちょっと見せる。書いたやつさ、なんかね、書いたよね。さっき出てきたのが、うん、あの、うん、ときめきエキスプレスボーカルアイリのリラックストリームっていうので、45分の生放送で2曲歌ってきたんですけど、お絵描きコーナーしてね、このアザラシくんをね、あの、アザラシをね、お題がアザラシで出たんで、アザラシ描いたんですけど、これがデベソです。で、これが結構面白かったんでね、なんかみんなね、3人、今日3人だったんですけど、3人で
なんか絵心コーナーっていうコーナーで絵を描かせてもらうコーナーがあったんで描いてきました。私絵が本当下手くそでね。もっと長いのが欲しいの、もしかして。あ、大丈夫ですね。ね、うん、まあそんなこんなでやってまいりました。まあね、せっかくですからね。そこチェック必要なところなんですね、やっぱりね。一応壊さないです。じゃあ多分こうした方がいいってことだよね。そうです。何？宣伝。宮崎愛理と申します。すごいアップなんだ ね。そう、あの多分この名前で検索すると人しか出てこないと思います。ここにフラワーショップ宮崎ってつけると私の実家が検索されますので、ぜひともよろしくお願いします。お花屋さんで似合うね。似合う。あ、本当ですか。もう完璧。いやいやいや、本当に完璧な、まあ、チューリップだね、チューリップ。お花で言ったね、うん。というわけで、あら、つないでいただきまして、ありがとうございます。ちょっと、なんだろう、すごい、すごいなんか元気のいい曲みたいというわけで、そうですね、うんうん、でどうぞどうぞ、では、ここから一発、私のお祭り担当ぶりを、お二人にも、堪能していただいて、会場のお客様にも、そして、ご覧になっている皆さんにも堪能していただいてですね、ここは一つね、愛の手をちょっと入れていただきたいところがあるんですよ。佐藤ちゃんがですね、はいと言ったら皆さんでイエスアイドゥ、イエスアイドゥ、うん、をすごい尺が短いのでイエスアイドゥみたいな感じで、4箇所出てきます。4箇所出てくるので、最初のうちは私も言いますけど、あとは皆さんにお任せしたいと思いますので、ご覧になっている方もですね、タイムラインにこうね書いていただいて、ツイッターとかでね、イエスアイドゥでね埋め尽くしましょうよ、このツイッターのタイムラインをね。いいかい、みんな準備はいいかい。全然立ってないよ。じゃあちょっと会場の皆さんだけでもね、お二人にもね声出してもらおうかな。いっせーのでっていうのでイエスアイドゥ言ってくださいね。いっせーので。オーケー。じゃあそれを400倍ぐらいの声でねお願いいたしますよ、イエスアイドゥ。はい、じゃあ行ってみましょう。 いけない。はい、あなたが好きだなんて。
待ちたく ないわ。ありがとう、すごい楽しかったです、うん、会場の皆さん、そしてお二人もご協力ありがとうございました。というわけで私、定位置に戻りたいと思いますので少々お待ちくださいませ。はい、さとちゃんどうぞ。あ、皆さんお騒がせしました。というね、物価の、これが何だろうね、こういうのなんて言うんだっけね、一芸って、お家芸ね、お家芸、うん、あ、それお家芸披露させていただきましたけど、次はちゃんと歌って終わりたいと思います。今だって結構必死にちゃんと歌ってたんだけどね。ちゃんと歌ってたんだけどね、うん、どうでしょう、タイムラインの方に皆さんね、うん、皆さんもイエスアイドルと書き込んでいただいたでしょうか、うん、楽しんでもらえたらね、いいね、うん、はい、というわけで次の曲は真面目な、うん、真面目な曲を。だけど歌い慣れてるも何もないなと思って、もう歌い慣れてハモリとか関係ない感じでしたけど、ね、そうですね。では、私たちあの北国というかね、出身で、こう今さっきも話しましたけど、雪の降る景色をこうイメージしながら作った曲を、雪の降る街という歌を歌いたいと。
リスマンと雪の降る街でした。素敵でした。ありがとうございます。私もね、見た。中間のギャップが。中間界のもあるんですけど。そう、中間界もあるの。やまりしたよね。今日はね、ちょっとね、すごい激しい感じになっちゃう。よかったね。ジコースターみたいな。持ってないですもん、どっちかも。どっちも持ってるってすごい。いや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 、両極端でね、私たちもどうしていくか分からない。途中ね、なんかちょっともう、気持ちの持っていく。でもそれであんま慣れたね。慣れた。それではですね、改めて、最後、もうエンディングってなってしまうんですけれども。そうね。改めて活動紹介などなど、はい、告知などなんですね。そうですね、うん、さっきもちょっとね、書いたから、うん、していただいて、ライブがあるんですけども、うん、今年は少なめです私、はいはい、今月はあと1月29日川崎キャバリーノさん、あと2月6日一緒に、はい、そうなんですよ、このチャイナスクエアさんで、そうなんですよ、一緒なんですよ、お昼のライブ、うん、ぜひとも遊びにいただきたいなと思います。今度は志村けん連れてくるか、ね、連れてきますよ。それが聞きたいという方がいらっしゃれば聞きたい聞きたい聞きたい、うん、でバンドの方が2月10日、うん、大塚ハーツというところでフリージアとショコラというバレンタインの女子イベントが、うん、今年は2週間もあるということで、そのうちの10日に出ますので、バンドもガシガシやっております。よろしくお願いします。バンド聞いてみたい。ぜひとも、ありがとうございます。その時はドラム？ブッパン。ブッパンでしょ。そうだ。そうだ。元バンドメンバー。元スイートのバンドメンバー。そうだそうだ。そうだそうだ。そうだ。何こう。今は、今はやってることは、スイートとエリアンエリと、あと昔やってたバンド、スーパーファンタスティックっていうバンドが、でも今休んでるんで、今月。今年できればなって、あとたまにソロで2人で歌ってドロロロってやりながらとか、ドラム小太鼓叩きながら歌ったりとか、シシドカフカみたいなね。そう、本当はなんかそんなかっこいいこともやりたいんですけど、うん、なかなか今ドラムセットと歌なんかこうあるとこが少ないので、うんうん、確かにいろいろできることをやろうかと思って。それはちょっと聞いてみたいですね。あれ全部メンバーは私が入ってます。アザラシじゃなくて、あ、これアザラシ、あのこいつはさっきのアザラシ、さっきのここのアザラシ、アザラシがアザラシ入ってるんだ、これ私みたいな感じ。なるほどね。そうね、ソロでやったりとか、あとはアクセサリー作って、なんかいろんなとこで売ってたり、これもそうです。あ、すごい。パワーストーンみたいな。このさ、ガチャガチャしたやつかわいいね。このガチャガチャもの。このさ、この感じはさ、なんか結構あるじゃない。自分でもこうさ、組み合わせてできるけど、これはさ、なかなか。紐で編んでる。ね。こういうなんか、わざと形違うゴロゴロしたやつを、こう組み合わせて。それはいいよ。いや、もう私金運アップと女子力アップを願う。作れる作れる。ワイヤーのアクセサリーとかも作ってる。ワイヤーくるくる巻いたりとか。え、これ中のは天然石？これ天然石の水晶。やっぱり、あ、そっか、天然石好きだから。天然石検定っていうの持ってる。天然石検定2級を持ってる。すごい、そんなのあるんだ。1級を取ろうと思ってて。ホームページがあるので、ホームページもあります。あ、じゃあそこからアクセサリーのこととかも、そう、そう、写真とか載せてるんで、よかったら見に来てください。しかも大好き、信じられないほど低価格で売ってて、大丈夫かな？原価割れ、原価割れ。下手したら、もう原価と同じで売ってるから、作業代どこ行ったのか。それは上乗せしてね。上乗せしても、せっかくなんかね、あの、天然石パワーストーンのお店で買うとちょっと高いなって思うものを、もうちょっとこう、せっかく原価で買えるから、それをちょっとこう、なんていい人なの。いい人だったら絶対金儲けしちゃうんだ。そこが違うね。もうちょっとあげた方がいい。でもさすがにちょっとよくわからないんですけど、こっちよりやった。こっちが作業代。いや、そうだよ、ね、その時間だって、時間を買うっていう、その分なんかね、たまにソロライブをやってたんで、
そこで見に来ていただくぐらいな。そうだね、うんうん、でもエリティンのブレスレットつけたらいいことしかないっていう巷の噂で、おー欲しい、欲しい、去年めっちゃ良かったもらって、うん、ありがとう、よかった緊張するわ、そうだね、いろいろやりたいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。ね、私たちの告知もあります。はい、そうですね、じゃあちょっと、うん、私の方に書いてありますけれども、うん、プーカの方はですね、うん、まあ、ちょっとキンキンのやつしか書いてませんけれども、1月24日日曜日は蒲田コーダでね、愛理ちゃんと一緒にやったところですね、やったところでございますけれども、そして30日土曜日、30、31と私たち九州に行くんですけれども、30日はプーカで、31日は、サトちゃんソロになっておりまして、30日土曜日は熊本のライブバースイングさんで、ここに書いてないですけどね、書けばよかったな。31日は鹿児島の、ソーレカフェです。それは違うな、京都か、それ京都だな、それ京都だね、後で今調べてますね。うん、で、これはとりあえずかな。ちょっとじゃあ次行きますね。2月6日の、土曜日、お昼、曜日チャイナスクエア、こちらで、愛理ちゃんと一緒にやりますので、ぜひぜひ会場に来てる皆さんも、見ている皆さんも遊びに来てください。そして、こちらにもね、佐渡子ソロがね、結構ね、今ブーカよりもいっぱいやっておりまして。明日だよね、20日、そうです、うん、20日水曜日新興院寺サックスフレット、うん、金曜日が急遽入りました、急遽シマキッタザービッグマウス、はい、はい、そして23日土曜日が三軒茶屋に、あ、三軒茶屋、三軒茶屋だよね、三軒茶屋にあります、お山の杉の子、お蕎麦屋さんで、これちょっとワンマンライブなんですけど、はい、全然人集まってません。はい、よろしくお願いします。本当に緊急事態なんで皆さんここはねぜひ来ていただきたいと思います。それお昼。いや、これを夜です、ね。夜です。全部夜。全部夜です。はい。はい、そして、これまさとこソロなんですけど、これちょっと結構ソロで大きいやつがあります。すね、2月20日の土曜日、明治神宮前ひまわり広場で手をつなごうで土屋さとこワンマンライブがあります。はい。夜昼夜。これ夜です。夜です。はい。はい。ひまわり広場2周年2周年 の, の、ね、記念の一発目の日を、はい、ワンマンさせてくれるということで、うん、なんかお祝いの気持ちを込めて盛大にやりたいと思うのでね、はい、ぜひ皆さん遊びに来てくださいっていうのと、はい、同じくひまわり広場で手をつなごう企画なんですけど、うん、4月1日にティアラコートホールライブがあります。これもちょっとソロなんですけれども、はい、ぜひホールでね、ちょっと大きいとこなんで、そう、あんまり少ないとね、悲しいことになりますので、うん、皆さんそこら辺は空気を読んでいただくので、絶賛チケット販売中、そして予約もね、そうです、そういうことです。というわけでね、私も、はい、さとこソロライブにはですね、スタッフとして今結構ついていってますので、私に会いたい方もぜひ来てください。うんそして、これが、プーカの大きいやつはとりあえずこちらでプーカ CD 出します。何もしてないかな、まだ何もしてませんか、何も決まってませんか。ただ5月1日日曜日二子玉川キュアさんにて、こちらレコ発イベントやることは決まっておりますので、箱を押さえてありますので、これは絶対出すしかありませんなので出しますので、皆さん絶対遊びに来てください。こちらのですね、イベントはワンマンではなく、ちょっとツーマン企画になっておりましてですね、うん、ジョジョン、ツーマン、お相手は三田村千春さんだよというわけでね、はい、三田村千春ちゃんと一緒にやることになりましたので、ぜひ皆さん、こちらも近日中に、あ、予約は全然いいですよ、もう、していただいてね、私たちの方にしていただいて、チケットも近日中に発売したいと思ってますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。まだまだあるんだよね、まだまだあるね、ちょっと告知が多くて、これね、かかっていくね。で、ラジオもね、私たちやっておりまして、ビッグフィッシュファクトリーという東北の8県での、あ、8個の放送局で、やっており、放送のビッグフィッシュファクトリーという番組の、第2週目、担当パーソナリティをやっております。
こちらもぜひチェックしてください。そして、これね、近いところでは1月29日熊本のライブの前の日にですね、RKK ラジオの福耳ラジオさんに生出演が決定しておりますので、うん、こちらもね、ユーストリームの配信がね、同時にしていて、でユーストリーム大賞とかもね、もうノミネートされたからね、14年ね。来週行ってくればいいでしょ。あ、行くんですよ。行くんだ。あ、行きます。ちょっと、行ってきます。行ってきます。ランクインしてないですけど。うち行けないから。あ、そうですよね。なんかちょっと。クラッパレンジャーって看板だけ。頑張れーって言って。当日だからさ、配信。そうですよね。そうですね。ちょっとあのみんなのあれを背負って、そうです、ね、みんなの看板背負って、ね、看板背負っていってこようと思います。そうなんですよ。はい、はい、というわけでこちらも、ね、あでその流れなんですけれども、私たちもユーストリーム番組をやっておりまして、毎週木曜の10時から「ふうかのぷかぷか上の空」というのをやっておりまして、はい、もう結成してね6年目に入ったんですけれども、これもうずっと結成した 日からというか週からやってまして、うん、次が260何回とか、うん、なんかそういう感じですね。休まずやっておりますので。休まずやってます。はい。で片方がダウンしたら片方がやるみたいな感じで。あ、そう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 。私がよくちょっとインフルエンザにかかるんで。2年に1回ぐらいかかるので。ちょっとね。去年は私がかかったりとかしてね。そうなると一人でやったり。そうそう。二人でやったり。やってますので、こちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。ママどうも。問題ね。問題ね。Twitter、Facebook ね。などなど。何でもいますので、はい、探してみていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい。というわけでですね、はい、プレゼント、抽選会がありますからね。なるほど。プレゼントもう一回あの振り返ってみたいと思いますけれども、うん、今度はうまく言えるかな。はいはい。パルヘジアステッカー、パルヘジアステッカー、はい、そして、トゥルーカラーズアルバムボリューム2オリジナルステッカー、あ、アルバムのオリジナルステッカー、これだ、アンド2016年カレンダー、カレンダーのそのすごい素敵なやつ、すごい素敵ね、これ ね、うん、素敵、トゥルーカラーズウィンターフェスタのオリジナル缶バッジ、あ、缶バッジ、うん、あ、これね、そして宮崎愛理ちゃん、うん、はい、オリジナルステッカー、やだかわいい、すごいちっちゃい、そんなことないよ、やっぱりやっぱりトマトから出そうとね、うん、そして山本沙絵さんのオリジナルステッカー、うん、これかしらかな、かわいい、うん、宴さん提供、うん、インチキマンショーのお笑い CD、 怪しげだよこれこれ怪しげなんだろうね、うん、これ裏もね、うん、怪しげな、うん、そして番組コーナーで使用した、うん、今ね書いてたのとかのスケッチブック、はい、スケッチブックこちらですね、はい、うん、そちらの用紙と、はい、番組終了後にみんなで写真を撮るんですが、うん、そちらの集合写真にサインをさせていただいて、はい、なんとこれ全部1名、うん、おー、これもこれもあげる、これいらないこれ入れたらあれになります、いらないいらないの、サイン入りお面、サイン入りお面、ちょうど季節的にあるかもしれない、そうだよ、私の汗がついてるよ、あーほーらー、あ、アルコールで使用します、それを被ると関節キス、そうそう、関節キスだね、やだー、それいらないだろう、いらないかなもうなんだろうな、このなんかちょうど主催者からのこのひどい罵声はこの感じ、じゃあさ、あの、いるかいらないかを届いた人が判断するから、そうですね、うん、届いた人がじゃあ判断するということで、これはこれに関しては、うん、まあ、その、抽選方法かは、ハッシュタグ今日なんかいろいろトラブルがあったみたいですけど大丈夫ですかね、大丈夫だった、うん、なんとか結局、うん、ああ、そっかそっか、うん、なんかね、最初書き込みができなかったの、あ、ツイートあんまりなかった、そっか、うん、確率すごい高い、確率が高いって、ね、確率高く関節キスできるかもしれない、ね、じゃあこちらの抽選、はい、アリちゃん、はい、いいんですか、私が、あ、鹿児島ライブヘイブン、あ、そうそうそう、さっき調べてたの途中でやめちゃいました、そうそうそう、ライブヘイブン、じゃあ引いていいですか、はい、引きますよ、ブンブン、では読んでみてください、ずしパンさん、おー、こっちを向けてください、じゃん、
はい、寿司パンさんです。寿司パンさん、パルヘジアのツイッターのアカウントをフォローもされてるのかしら、ねうん、ダイレクトメッセージで送付先を連絡くださいということですので、うんはいね、そうですね、はいうん、よく見えてくださってる方みたい、うんはい、なのですごいそこのダイレクトメッセージのやり取りでこの名いるかいらないかっていうことをこう、ね、一応サインはね4人分しましょう、4人分サインもしましょう、うんそうそう私だけだとあれだから、うん、世代の可能性あるからはい、はい、というわけで、うんこの後ちょっと番組ご覧いただいて寿司パンダ、うん、寿司パンダさん、パンダさんアカウントは寿司パンダさんね、はい皆さん紹介したいと思いますということでここに入っている方たちと、うん、はいこれはここにあるのが見てくれた方たちなので、うん、なんとなくパーッと読み上げていってください。パッパッパッってね。はい、わかりました。はい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 、もう10時過ぎてからね。はいはい、スレイヤさん、はい、ありがとうございます。前のミッキードリームさん、ありがとうございます。ダンタさん、ありがとうございます。あれ宮崎アリさん、須田さとこさん、あはい、私にマリーパパさん、マリーパパさん、なんだこれ、エルティンティンクルさん、埼玉のマスさん、クリボーさん、カツさん、リンさん、シェバさん、クリックマンさん、海の山小屋さん、マホドウさん、コウチアイコさん、これ何て呼ぶんだろう、スチャートさん、スチャートさん、スチャートさん、アカセタロウさん、ヤモバさん、ありがとうございます。カズちゃんさん、イエーイ、以上ですね。以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、番組告知最後に行きたいと思います。こちらクラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さん、こちらチャイナスクエアで配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円となっております。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。こっちかな、パソコンでご覧の方は、あ、映ってない、あ、曲かな下、こちらのいいねボタン、ツイッターの右、斜め上と左、斜め下こちら、チャンネル登録もお願いします、うん、チャンネル登録ですね、うん、はい、それでは、最後に、うん、はい、ご覧いただいた視聴者の皆さんに、うん、メッセージを一言ずついただければということなんですけど、はい、じゃあ、はい、じゃあ本日は長い間ありがとうございました。いいね、そう感じ、今後ともよろしくお願いいたします。はい、今日は初めましての方多かったと思いますが、見てくれてありがとうございます。見てくれて、見てくれて、ソロの時って今日使うわけじゃん。あ、そうです。 OK で、あ、そうなんだ。私打楽器しかできないから、うん、音を出す楽器ができないんですよ。だから流して歌うしかない。それも聞いてみたいね。なんか、ぜひとも。パーカッションではできないですか？パーカッションで一人でこうしながら歌うとか。やるの？これここでもできるの？ここでもできます。はい、できます。多分できると思います。おけが、おけ流せば。これからもよろしくお願いします。ねえ、あいこちゃん今日初、うん、MC でしたけれども、うん、すごい楽しかった。しかも最初の MC の日にこんな美女が2人ね、楽しい2人がね、来てくれて、とても、楽しい会になりました。2月3月も張り切っていきたいと思いますので、はい、お願いします。というわけでね、全部言ってもらったんでね、ピンクの感想というのはそういったことで、はい、皆さん本当にね、見ていただいてありがとうございます、はい、ね、
こうね、うん、まさかね私たちあのパルフェジアの MC させてもらえるなんて思ってもいなかったんで、うん、もっと若い、ね、そう若いピチピチした子がね、やるって言ってたから、私たちって本当に大丈夫です か、はい、って思ってたんですけれども、いいこんな感じでよければまた来月も再来月も、はい、続けさせてもらえればなと思ってますけど、そうですね、はい、よろしくお願いします。前代未聞の途中で首ね、ね今までにないこんなことが起こるかもしれないよ、ないから、ね、そしたらねもうね、うん、そうだよ、そしたらねもうね自分たちのね、うん、至る所でこうね、ブー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 言いますから、ブー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 ヒドコロアオイさんが決まっているということですので、はい、お楽しみに、はい、というかで終わりなのですが、はい、最後、うん、あのね、ポーズがあるということで、教えてください。パルフェジアのパルフェジアね、パルフェジアのパルフェジアね、ピーのポーズって、うん、だから見てる方に見えてピーだから、うん、こうじゃない、そうそう、ここにね、歌詞が書いてくれてるの、右手がボン、あんまり夜前にでもできてる、みんな左手輪っか、これでピーノのなってるかな、あ、なってるなってる、あ、カメラがカシャッでね、ピーポーズでですね、私が今週もありがとうございました、うん、来週もと言います。その後に続けて、あちらのカメラかな、カメラに向けてその手を前に出してください、うん、はい、おいで全員でクラブパルフェジアって言うんで、パルフェジアパルフェジアって全力で行く感じで行きたいと思います。それではよろしいですか、はい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルフェジアしれないけど、思わず